おはようございます。アメリカ大学野球留学生の上野達樹です。現在アメリカ合衆国のミズーリ州の大学で野球をしております。さて、ごめんなさい、生配信今日やるって昨日やるって言ってたんですけど、今日の夜に変更しました。っていうのも試合がですねまた延期になってグラウンドがぐちゃぐちゃだっていうことで、で明日明後日になったので、明日明後日っていうのはそうですね、日本時間の今日と明日かになったので、そうですね、そこに合わせて試合の日の朝に、ラジオ生配信したいなっていうふうに思って、そっちの方に移動したので、日曜日の夜ですね、日曜日の夜に生配信する予定なので、ぜひ、お時間のある方は遊びに来てくださいということで、いやーでもそれにしてもそうですね、本当に試合が来週立て続けですね、日月と試合があってですね、日月で火曜日空いて水曜日が試合で、で水曜日が終わる次ると今度は金土と試合だと、そこで、まあ、週5試合、週5日試合で10試合ですね、ダブルヘッダーなんで全部週に10試合ということで、めちゃくちゃ、タイトな、スケジュールにはなっていますけども、まあこれもねなかなか経験できないことということで、すごく楽しみではあります。たくさん打席立ってね、たくさんチームに貢献してでね、いい結果をね、チームにもたらせるように、頑張りたいなっていうふうに思います。ということで、今日はですね、野球人口 WBC を機に増やしたいよねというテーマでお話しさせていただきたいなというふうに思います。ですね、まあやっぱりまあなんだろうな、永遠の課題というか、そうですね、野球人口減ってるよね問題は、まあずっと最近叫ばれてると思うんですけど、まあ、まさにね、まあ、本当にそう思います僕も。まあそもそも子どもの人数が減っているっていうのはあると思うんですよね。これがまず一つ原因がね。で二つ目の原因は、スポーツの多様化ですかね。まあいろんな、昔はまあ言っちゃ悪いですけど、やっぱ野球ぐらいしかやることがなかったみたい。娯楽の多様化どうでも言いましょうか。スポーツだけじゃないですね。ただ今は本当に今いろんなスポーツがある。サッカー、テニス、バスケ。バスケは昔からあったか。まあ、いろんなスポーツがあって。で、まあそれが気軽にね、誰でもできるよと。で、まあゲームとかもありますよね。じゃあ放課後何やった、子供たちで集まって何やるのって言うとゲームになってくるんで、野球じゃないよねって言ったところで。まあ野球人口はどんどん減っていくって言ったところですよね。僕の小学校なんかもですね、本当に今は分からないですけど、僕が小学校の時にもすでに学校で野球やってる人が僕一人しかいなかったっていう状態だったんですよね。サッカーはクラスにもう10人いかないぐらいですけど、7、8人いると、学年で10人超えているとっていう感じだったんですけど、僕しかいなかったんですよ。僕とあと弟か、僕と弟しかいなかったんで、本当にもう野球やってる人ってのは超レアキャラでですね、まあそんな中で、やってたんですけど、まあ本当にね、そんな状況ではあります。まあ多分今も、ね、多分同じような感じだと思うんですけど、まあでもそれにしてもね、やっぱ野球やってる人少ないなっていうのがやっぱり印象的でした。はい、まあね、でまあここからですね、じゃあどうすれば野球人口増えるのって言ったところで、まあ今回ね、まあ、WBC があって、まあいろんな人が少なくとも見ててですね、で触れる機会があって、でまあね、なんか野球人口増えればいいなっていうふうに思ってますけども、まあここからはね、もうプロの選手、もう一流の選手たちが野球の素晴らしさ、野球の楽しさみたいなのを、まあ、見せてくれたので、もうねこの上ないぐらいにね、まあ、あとはもう現場にいる人たち、現場にいる指導者だとか、もう僕らとか、まあ、そういった人たちの役割だになってくると思うんですよね。野球人口を増やすためにできることっていうのは。なので、まあ、そういった意味で言うと、まあ、僕らにバトンが引き継がれたのかなといったところで、まあ、ちょっといろいろ考えております。はい。どうすればいいですかね。まあ、僕が思うに、まあ、一つはやっぱり坊主を禁止することかなっていうふうに、坊主を禁止じゃないな。坊主矯正を禁止することだなっていうふうに思ってますね。まあね、まあ僕ずっと、まあちっちゃいところから野球やってきて、まあ坊主にしなきゃいけないよねって言ったところで、
なんかサッカーの選手たちは、やってる選手たちはみんなおしゃれしてるんだけど、まあ、野球やってる人たちはもう坊主だと。でなんかね、僕のまあ高校とかもそうでしたけど、眉毛を整えちゃいけないっていう謎のルールがありまして、なので眉毛も生えっぱなしでっていうことで、なんか身だしなみがすごくあれですね、あんま良くないような、形で、まあ坊主はいいんですけど、まあそこら辺も含めてなんかあまりね、高校生なのにかっこいいことができないみたいなところが、まあ、ちょっと辛いなっていったところで、まあ、そういう妨げがあるとなかなかね野球人口増えないんじゃないかなっていうふうに思ってます。アメリカはね、まあ、言わずもがななんですけど、まあ、いろんなね人種の人が いるってことで、まあ、いろんなね、髪の色をした人、まあ、いろんな目の色をした人、はたまたカルチャーが全く違うのでタトゥー入ってる人もいれば、ピアスも入ってる、ピアスをしてる人もいますね。まあそういった中でいろんな人たちが、野球を同じグラウンドの上でやっていると。まあそういったのも含めると、まあ、日本がすごくそこに関しては、まあ、坊主強制、全員で一律に全部同じっていうところで言うと、まあ、かなり異質なんですよね。世界的に見ても。ここに関しては間違いなくね。なので、まあ、ここは少し緩和されればいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、まあ2つ目ですよね。まあ、2つ目は、まあ、娯楽としての野球ということを忘れちゃいけないということですかね。もちろんスポーツなので、まあ、勝ち負けにこだわるっていうのはもちろん大前提だと思います。ただその上で、野球の本来のね楽しさ、ボールを打つとか、ボールを投げたりとか勝負をするだとか、まあ、そういったところの楽しさみたいのを、まあ、うまく大人たちが子供に教えてあげれればいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあね、そこに関して言うと、子供を怒鳴ったりだとか、こうしなきゃダメだとか、まあこれもある種強制ですよね。こうしなきゃいけないんだみたいなところで強制するんではなくて、あのね、なんかすごく好きに野球っていうスポーツを、やらしてあげる、その上でなんとなく導いてあげるみたいなことができると、まあ、すごくね、子供たちが自由にできるんじゃないかなっていうふうに思います。まあそれで言うとね、小学校の時はさっき野球やってる人が僕しかいないって言ってたんですけど、そういう意味では複数スポーツができる環境があってもいいと思うんですよね。例えばバスケとか、バレーボールとか、ハンドボールとか、まあいろいろありますけど、サッカーでもいいですね。なんかそういった選手、二刀流の競技の枠を超えたね、二刀流選手みたいなのも出てくるようになると、まあ、すごくね、まあ、幼少期のっていうか小学生の時とか中学生の時っていうのは、まあ、そういったところの体の使い方だったりとかすごく覚えやすい時期だと思うので、まあ、そういったところのね、にトライしてみる、トライさせてあげるっていうのは一つ、いいんじゃないかなっていうふうに思います。その上で最終的に野球を選んでもらえるように野球の魅力を伝える必要がある、あるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあね、今回話題になってましたけど、ヌートバー選手は大学時代までアメフトで、やっていて、優秀選手を取っているレベルだと、で野球もやっていると。まあ彼は超スーパースターですけどね。それでいうと超アメリカの中でもスーパーエリートですよ。もうアメリカの、その彼の大学はサウザンカリフォルニアっていう、もう超強豪ですね。野球も大きい学校なんですけど、野球もアメフトも、まあ、そこでどっちもスカラシップもらって大学に行っているっていうのはもう凄まじいことなので、でどっちもドラフトレベルにいると、これはもう凄まじいことなんですけど、まあね、まあ、彼みたいな、ビッグな、ね、選手がね、まあ、出てきてもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思いました。まあね、競技感を超えるっていう意味ではね、まあ、そういったところで、まあ、いろんなことをやらせてあげる、強制しないっていうのが一つ、まあ、ある種テーマなんじゃないかなっていうふうに思いました。まあね、まあ、それの上で、まあ、そうですね、実力がついてきて、技術もついてきてっていったところで勝負の世界に入る、勝ち負けにこだわるみたいなことを子供が、まあ、選手自身が、そういう気持ちが芽生えて来て、でそこで勝負をしていくみたいなことをで、に導ければ最高ですけどね。まあそこの塩梅がすごく難しいですけど、まあ大人は強制しない、好きにやらせてあげる、で
その上で野球の楽しい部分みたいなのを伝えてあげれるような工夫をしていけば、野球人口、野球やってくれる人みたいなのが増えていくんじゃないかなっていうふうに思います。なんか T ボール野球とかでもいいですよね。プラスチック野球ボールとかでなんかちっちゃい子とかと一緒にやったりとか、まあ、アメリカよくやって公園とか行くとやってるんですよ。 T ボール大会って言ってね、オキティにボールを置いてそれで野球をしている子供たちっていうのはよく見るので、まあ、そういったところでね、野球に触れる機会みたいなのをどんどん作ってあげると、まあ、すごくいいんじゃないかなっていうふうに思いましたということで、今日はですね WBC が終わった後野球人口をどう増やしていくか、っていうテーマでお話しさせていただきました。大人に強制されない環境と、まあ、その上で楽しさを伝えられるような環境が作れればいいんじゃないかなというふうに思いました。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。上野たつきでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。